余裕じゃないとかって言ってて、途中でどっか詰まるかもしれないけど。まあやってみてだな。こっちはスパークがあるから。まあね、スパークショットね。あるんでね。打ち込みてえな。いや、嬉しい。タイラントの親父が死んでるっていう事実がもう嬉しい。マジでラッキー。え、これここでやればいいの？あ、そうそう。あ、さーって書いてある。タイラントの親父が死んでる。え、じゃあ、あれか、シェリーのおやっさんやっつけちゃえば俺もう終わりやん。まあ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 、まあ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 。え、まあ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 、まあまあまあが、まあ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 。そうだよ、だって、あの、なんだっけ、うん、姉さんを撃ってっていう話だから、うん、え、これまあまあ進化パターンあるっちゃう、これ。まあ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 。あ、手榴弾持ってる、そいつ。いや、ビデオや。いや、違う違う、そう、それ。ああ、ああ、ああ、ここね。うん。ああ、それ、あれだわ。電気つけれますね。AWS。まあ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 。ああ、しゃしゃしゃ。いいっすね。はい。点灯。点灯。もう使わないじゃない。ま、あ、使わないマークでなってるよね。あ、出てるね。捨てちゃって OK でございます。はい。で、ビデオデッキは、まあ、これ前に見てるから、いらないっちゃいらないけど、あ、見るの？前も見たよ、確か、これ。ん？あ、親さん映ってるやつ。うん。あ。ああ、ってかぜ。ああ。OK だね。捨てる。捨てる。まだ、おやすさん戦じゃないから、ちょっと置いていこう。うん。あ、セーブ。セーブはないね。うん。フルハーブ。まあ、アイテムはそんなにないから。入れるだけ入れてこよう。入れるとか作っちゃおう。そうだね。組み合わせで、もう一個、OK だね。危ない、また、危ない、危ない、危ない。結構ね、この使うマークパッて出るの嫌だよね、なんかね。間違って使っちゃうの、俺結構、リフォーでもやるから、ガンパウダー。まあいいや。そうね。はいはい、この先行って、うん。おやすさん戦だ。だからこの先行って大丈夫、うん、確か。え、いきなり走るんで、そんな。ちぎれておかしいからね、セーブさせろよ、よしよし。大丈夫、大丈夫。セーブさせろよ。で、戻ってくる時に、おやすさん戦だ。よーし！そうだね。下見とこ行かないと。下見とこ俺がせ。おやすさん戦だから、アイテムボックスこっちあったっけ？え、あったじゃん、あった。あったか。うん。ちょっと覚えてない。あー、あるね。オッケーオッケーオッケー。お、ガンパウダー。でかいやつ。まあ、装備を整えてたね、ね、これは。で、パンパンでいけるね。もう俺、溶かしまくってやる。いやー、次待ってるよ。さあ、行こう。回復するぐらいやったら、もうぶち殺すから。そうだね。よし、楽しみだぜ。この時をね、待ってたんだよ、俺は。で、こんなちっちゃいの使わないよ、もう。これちっちゃいの使えないよ、つって。さあ、来い来い！デロデロにしてやっからな。あれ？親父？だってあれ取ってないもん。あの、抗ウイルス剤取ってないじゃん、お前。ああ、そっか。自信満々だったから、いつ言おうかなと思ってたけど切り出すタイミングはちょっと俺ガンダムみたいな、すげえガンダム出すタイミング。これかな。そう。もう親父が、あーくそめんどくせえやつだ。あれ？ダメだ。え？あ、元々ここで、シェリーのペンダントで、開けれると。あ、もうこれ、チェリー返してって言ったら、やば、開かなかったよ、これ。そう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 。ね、これ、ママ返してとか言わないでね。え、これで OK。これで OK です。
これはあれでしょ、ああバーキンに、おめえやってることやべえから、ちょっとやめろよ、みたいな、上からの命令のメールでした。さあ、あと4回か。4回以内にクリアできるかな、口。いや、クリアできるよ。もう楽しみにしようかね。溶かっていくかな、マジで。最高。はっつって来い来い、おやじ。もうオートセーブ入ってるもん。あ、ここか。はい、来たー。もう溶かしちゃうぜなんでちょっとスギちゃんみたいな感じになってんのワイルドだぜーって。こいつがいることを知ってたからこそ。え、後ろ後ろ、シェリー後ろ。あ、何やってくれんの。あ、俺それ欲しいんだよ。いいな、それ。いいな、それ。エイダいなかったら、余裕説。エイダいなかったら余裕説。俺、こいつ倒すためだけにずっと取っといたんだけど、アイテム。大丈夫でしょ、そりゃ。え？いやいやいや、これ、2回目っすよ。ああ、生きてんだっけ？うん、G は私の傑作なんだ。いいよ、そんなみそぼらしい姿見せんで。ああ、うん、多分グロックだな、拳銃。あ、違うか、なんだろうな。でも一応夫婦だもんな、愛する人を撃たないといけないっていうね。結構この辺の部分をフューチャーされてるのがね、俺すごく好きなんだよね。で今やったと。でも俺そんなことずるとそんなちっちゃいの持ってこないけど、もっと大きい玉持ってくるよいやこれしかなかったんでしょ多分いろいろかき集めてもうこれしかねえってなって。おー、怒ってるうわ説教タイムがこれちょっとクリア悪いな。まあいいけど俺がママになるし。大抵よかったね、下にぶん投げられたからね。さあ来たぜ来たぜ。いや俺がやるから任せな。その背中のこの黄色いやつよ。背中の黄色いやつよママに黄色いやつだったらどうなんだろうな。おいやった。これそんなに効くならマジ貸してほしいんだけど13だならね。え、かっこよ、うん、めっちゃかっこいいんだよな、ここだ。うわえ、じゃあ、そたま、その鉄砲ちょうだい。めっちゃ効いてたから同じこと言ってるかっけえ。かっこいいね。でもなんか、お二人で戦ったんだからさ、うん、おら、溶けろーい。うぃうぃうわ、苦しそう。おい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 、あれやばい。あ、うまいうまいうまい、よし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 、ちょっと距離取った方がいいね。これでかそう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 。お、バックステップしやがった。すげえ、めっちゃ効くじゃんこれ。あ、もうだってリザーブ生きてない。あ、ぶれで、ひるんだところに。そうだね。あ、待てた。あ、これめっちゃ強いと打っちゃった。まあいいや。あ、いいしょいいしょいいしょ、使わないよりマシですよあ、投げてくるぞ。止めろ止まんない、急げあ、隠れちゃう。そっち、そう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 。オッケー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 、いいっすいいっす。かけろー。目玉目玉、はい、微妙な位置だけど、まあまあまあなんかなんかタイヤみたいなのコロコロしてるオッケー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 、いいっすね。全然当たんないんだけど目玉に狙わないからでしょ痛ぇ回復してだね。はい、パクリ。これで枠は結構開くから。あ、やべ。あー、そうなんだよな俺。だから第3はマジ。おお、かっこいい。お前が下がってくれんのお前が下がってくれんの。ショットガン、ショットガンないのよね残念ながらね。ちょっとビリビリ使いたいな。そうね、リロードして。オッケー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 。あ、リロードするのセレスト。まあ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 、あ、やべ、なんか良いドンしようとしてる。うまっすまあ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 、まあ、おらえ、なに、なに、国難報道
何が起きてるのこれ よくあの、おしっぱにして感電させ続けるんだよね。へー、 L2 をやろう。そうだね、でもう目真っ赤やんこれ。そうだね、当たりはしたけどまだ死んでないね。あ、で長押し長押し、そうずっと長押しすっぱで、そうそれでダメージが入る。やべ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 、危ななんか奇跡的に当たんなかったんだけど奇跡的に当たんなかったおぶねで今中央の弱点開いてるからもうそこ集中攻撃で。ああなるほど、飛んでくれ。あー、オッケーまだ大丈夫。よっちゃんよっちゃん、あーそのための緊急スプレー。もう回復もあるしな、もう余裕余裕ってか。あ、いたいやー、そうなんだね、狭いとこ逃げ込んじゃうとね。押してくんだよ押してくんなよって。あ、やべえ、しくった。あ、いや、大丈夫。オッケーやったぜ。最後に一振りしてから死んだママコンガやん、ママコンガやんってか。OK です、イエーイ。で、アイテムとかがまだこうあるから、かわいそうなやつめ、かわいそうなやつめ。もうこいつと戦うことが全て分かった上での準備だからさそうだね、スパークショットはもうほぼほぼもうあれだね2発しかねえからあれ、それ ACP 弾多分一色弾できるよきっと。うん、タイラントの親父カイみたいなのが出てきたらこれ撃って決めてるからタイラントの親父カイはね、お、どうかな、手榴弾やった、いいね。あとそれがなんだ、フラッシュバンか、あ、ニードルカートリッジだ。これスパークショットのカートリッジだわ。なんだよこれさ回りながら拾ったら、いや、これ普通にリロードすれば OK。 ああ、たぶんね、あ、じゃあやっぱこいつに有効だったってことか。いや、あのこいつに中よりは普通にどの相手にも有効なんだよね、スパークショット自体は。へえ、生体用の攻撃武器だから。あ、いいっすね、これでマグナムと ACP 弾と、それがなんだ、多分サブガンかなんかかな、違うな、フラッシュマンか。やるやん、ウルピー。オッケー。まあね、アイテムは潤沢に、これないとしんどいからな、マジで。で、ACP 弾、金スプー、OK。あるんだ。パンパンですよ、もう。パンパンですよ、もうないかな、どうだろう。あ、ないね。オッケー。ただリフト乗って上上がりましょう。バイビーバイビーズ。え、ちなみにこれロケランだったらさ、こいつも一発で死ぬの？一発で死ぬよ。いや、楽しくない。楽しくないでしょいや、まあ、俺は楽しいんだけど、それを。いや、俺は楽しくないんだよ。うわぁ。でかいよね。鼻向けに打ってやろうかな。やめとけ、やめとけ。もったいねだから、無限武器とかね、一周目は楽しいかもしれないけど、どんどんやっていくとつまんなくなるからね。マジで。今回、ママは生きてんのか。でもママも結構ダメージ食らったからね、今ね。いや全然余裕だと思うよ。さあ、戻りましょう。あ、したら一旦ちょっとここでいいですか？残り5分なんで。え、5分戻るんじゃない？ちょっと、待って。一回ここで待って。マジで。うん。したら、いいですか？それでは、クリア編最終回、始めます最終回になるかどうかわかんないけどな。いや、いける。宣言することが大事だから。で、あの、シェリーがいたところに一回戻らんというかね。あ、うん、そう、そっち。ナンバーワン、ノースエリア。ノースエリア。前も言ったけど、エレン編じゃねえや、レオン編の時も言ったけど、エレンを引っ張られた。マジ、1998年のあれじゃないんだよね。セーブしよう。セーブしようとかつって。いや、ママがどうなってるかわからんからさ。ああ。ママがどうなってるかって。クレア、シェリーの場所教えなかったけど、ママ分かったかな。え、これ大丈夫し、いないんじゃないのこれ。大丈夫よ。あ、いた。おう。あ、薬渡したのか。あ、そう。治ってるそう、抗ウイルス剤をね、投与したから。え？
最後にママらしいことした。ああ、よかった。顔見たらわかるから。でも俺、姉さんだったことは許しないんだけど。ママこそ苦しそう。まあ、エイダもエイダであれ、悪いやつだからね、一応ね、言ってしまえば。びっくりする。だって壁に打ち付けられたもんな。あれか、内臓もう損傷だろうね。あの勢いで叩きつけられてるから。だから乗用車とかが突っ込んできたのと一緒でしょ、言ってしまえば。でも俺も同じこと言おうと思った。うん、あ、よかった。最後にママらしいことした。パパは全然パパらしいことしないで死んでたけど、俺に溶かされて終わったけど。え、ママ大丈夫？お腹の中からあのなんか右みたいに出すのやめてね。お前この状況で。ママどうしたの？パパにね、ぶん投げられたの。あいつ言っちゃったよ。言うなよ、俺が言う、言うから意味があった。お前言うなよ、それを。さあ、最後に残すんだ、娘に。おお。一人にして、あなただけは助かった。ああ。ママを置いていけない。そうなるよね。置いてかないわ。かっけくれ。え？あったな、そんなの。余計なことしやがって。自爆装置が作動したの。それはどうにかすることできなかったんですか、ママさん。これでな、レオンいたらな。任せろ。いやー、苦しい選択だね。しんどいやん。いや、来るよ。ママね、あなたを愛してたよ。早く戻りましょう。急いで。いや、これはマジで神、ストーリーはマジ本当にここが神だと思った、マジで。うん、うわぁ。本当に。食材というか。うん。うん、俺は守るからね。うん。それもそれでシェリーが素直な子でよかったよ。これひねくれた子だったらダメだったよ。あ、ちょっと手伝いに行こう。これラスボス戦ないんちゃう、これ。あ、びっくりした。空気読め、お前。そうだね。で、これで、ここからまたバイオシックスにつながると思うといいよね。あ、シェリー手伝いで、お願い。戦いたくないの、私。最悪や、手つないでない。手つないでない。戦うわーとかつって。うわさて、ん、おい、ん、あ、何してんの。あ、またシェリーになんかやんの。シェリー見とく、これ元気になったさっきのあの花火よ。シェリーこれで元気出して。あなたお、ま、お守りだから、そのベストを着てる限りこれ効かないな、あなた。すごいでしょ。ごめんね、床真っ黒になっちゃったね、セリー。早くしろや、もういいから、その茶番いらねえよ、マジで。茶番って言うなよ。ほんとグッチーってよくわかんないやつだよ、なんかもうさっきまで、あ、俺感動するわ、あーって言ってたのに、えへへ、これお守りだからね、とかつって。ほんとに、もう、行かれてるとしか思えない、マジで。行かれてねえ。異常だもん、ほんとに。だってもう最終回だぜ。最終回かどうかわかんないでしょ、まだ。リスマンのまたしてるからね。さあ、あと3回、あと2回か。セーブが最後。うん、な、何ガチャガチャしてんの。これが装備されてない。ああ、ショートカット登録すればいい。
いいんじゃない？ああ、何組み合わせようとしてんの？何硫酸弾と合わせようとしてんだお前。さっきこんなのだったから 強力な武器作ろうとしてんじゃないよ。絶対あれでしょ、アネットがあれ使ってたから、俺もあれやりたいって言って似たようなことしてるでしょ。いやーし、溶かしちゃうぜわし。最後行こう。ああ崩れてる崩れてる。あ、これレオンの時あれだったよね、なんか時間がピッピッピッってなって、あ、そうそうそう、タイランとか逃げたんだよな。だからどうなんだろう。まあ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 、生きるってことないよな。大丈夫だよシリ、ちょっと、あーでもそっか、親父じゃないなら意味ねえか、離れて歩いてるよ、うん、襲われた、離れて歩いてるよって、うん、これなんかなかなか感慨深いものあるんじゃないですか、ここからバイオシックスのシェリーにつながると思うと。そうだね、いやこれやった上でシックスやってたらもうちょっとシェリーのこと愛してあげられたな。俺知らねえ女とはやってただけだったかな。そんなこと言わないで、俺もだよ、そうごめんねロケロンって。だからこの後シックスまで結構さっきも言ったけど軟禁状態が続いてたけど、それでもやっぱクレアとはちょくちょく会ったりとか、まあ政府の監視の中だけど会うことができて、うん、それがやっぱりシェリーの心の支えになってたから、それがやっぱりクレアの存在がどれだけでかかったかっていうのはよくわかる一幕になってるというか。なこれナイフ。いや迷いなし。だって僕ちゃん回復いっぱいある。そうっすね。おっそ。本部長か。まあ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 。でもそこにセーブポイントもあるし。ここか。ボスタイムか。ボスタイムかなどうかなって感じだけど。こんだけあれば。まあね、こんだけあればセーブだけしといて、で先にパパパッと進んでしまえば、今思ったけどさ、うん、これも実は、あ、それはできないんだ。あ、これディグで並べ替えるしかないの、うん、こうやって。そうだね。いや、RE4 だと自分で想定できるけど。誰が出てくるんだ。さあ何が出てくるかな。俺が誰だ。誰だ。まだシェリーが乗ってないから。はい、こっからです。いやー、うわ、こいついいのかよ。うん。わざわざ近い位置から。いいっすねー。ごめんね、シェリー。君は大丈夫。グリーンハーバーあるけど、いらないでしょ。まあいいや。シェリーどっかで、シェリーどっかで、シェリーどっか行っちゃった。うん。なんだよ、ここタイラント来たから盛り上がったのにさ、うん、あクリア兵何や、植物野郎。あ、開かないな。あ、来た。でもマジで、うん、明日って今さーってやつやん。明日って今さーとか。え、これ溶ける大丈夫。まあ、効かないってことはないよ、効かないってことはないけど、うん、ただまあ火炎弾の方がいいのは間違いないね。いつ決めでシェリー開いたんじゃないか、違うか、まあ、いっぱいある、まだか。わあ、もう考えなくていいの嬉しいわ。でもな、グッチにはもうちょっとな、もっとこう叫んでほしいっていう思いがあるから。あ、開いた開いた開いた、よし、はい、明日って今さ。明日って今さ。いいね、かっこいい。ワッシュ、ワッシュ、ゾンビ、ゾンビ、うわ、ファイヤーゾンビやん。でもお前は燃えろ、ファイヤーゾンビ、最高。やべえ、余裕すぎる、余裕すぎるっつって。いける、あ、同じこと言った。うん、大丈夫。結構 ゆったり走ってるように見えるけど、うん、お姉ちゃんいっぱい武器持ってるから大変なんだよ。どれ？あ、そっか、これ？いや、このね、列車ターンテーブルで逃げるんだ。で、多分起動させるスイッチかなんかが そこの多分部屋にあるから。
なんでタイランとかなんかアグラクとか書いて、え、くしょ。あ、そうだ、そうだ、ミーガン手に入るんだった、忘れてた。さあどうする。え、400発あれじゃない、あれいないでしょ、サブガンいらんべ、サブガン。いや、サブガン、これ以上持てない。あれ、あのアイテムボックス多分ここのエリアのどっかにあったはずだから、マップ開いて。あ、ねえか。あ、ねえわ、やば。やばい。やばい。どうする。やるしかない。究極はそうだね、もう BGP ダンス出てる。そうだね、もうそれしかないわ。そうだ、忘れてた、ミニガン手に入るんだった、ここ。よし。よし、これでもう行くしかないわ。なんだろう、マジで。連結プラグだ。あれ、連結プラグなんかどこにあったっけ。え、え、やばくない、やばいね。俺も持てないけど。俺も持てないけど。終わった。ミニガン広場にはめとくべきだったんですけど。ここに来てそんなことなる。あ、そっか、こん中にあるんだ、こん中にあるんだ、多分違うかな、こん中に、あ、あったわ、やっぱり。うわ、落ちてる、最悪だ。シリー待って、これ2個あればいけた。ね、ナイフ1個捨てて、捨てれんから、ナイフ1個捨てるか、ナイフ1個捨てて、あの13台1個捨てるが俺は一番いいと思う。回復は絶対残しておいた方がいいと思うから。いや、防御上げるっていう手はありない。今、フルだから使えるかな。よし、うん、で、防御上げて、もうさっそく、まあ、手榴弾2つあるから、そうね。クソ、シェリー持ってくれよ、これ。あー、ボス戦じゃん。ちょっと持ってて、つって。I believe。強っ。いや、そうだったな、忘れてたわ。最悪だ。あんなに溜まってたのに、またこう結局2個開くもん。ギグリグ忘れてた。ギグリグ忘れてたの持たしとけよ、クレア。もう2枠あればな、よかったんだけど。全てが繋がってくるのか、ここで。うん。さあ、何が出てくる。うん、燃え尽くぞ、俺は。で、これでターンテーブルが動くから。これでいけそうね。クレア。お、ああ、おーっつって。知ってるよ。クレア、今すぐ脱出しろ。いいな。もう脱出目前。ん？ってことはレオンと繋がったってことは。うんとね。そっちおっさん出てくる。よくよ。クレア、聞こえるか。なんだろう、そのちょっと微妙に辻褄が合ってないところはあるから。いや、出るよ俺は。レオン、だからこっちのレオンがどういう経緯でこうなってこっちに来てるかが微妙なラインなんだよね。さあ来い、何が来る。でん、